こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。同じ商品を出品しましたら、圏外飛ばしになりました。対策方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、視聴者様からお問い合わせがありましたので、お答えさせていただきます。え圏外飛ばしになるには一つなんですね。同じ商品で出品して、 なぜなるのかそれはですね、同じ写真で出品しているためです。メルカリの AI ロボットに感知されて起こります。例えば、一つの商品がしっかりと出品されていると思うんですね。上位の方に。ただし、もう一つは、もう誰もいないね。誰も見ないところに出品されて、県外飛ばしっていう状態になっています。 なので、この対策はただ一つなんですね。違う写真で出品することです。これだけです。これだけで県外投資から避けることができます。ぜひ同じ商品を同時に出品するときは違う写真で出品していただければね、いいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと 30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントしますなぜ10万円稼げるか詳細に記載しますぜひ楽しみにしてください登録した際にニックネームかスタンプお願いしますよろしくお願いします本日は最後見ていただきありがとうございます番組登録お待ちしますよろしくお願いしますありがとうございました